はい、Git の作り方を5分で説明します。ドキネと申します。よろしくお願いします。こういうアイコンで活躍しています。活動しています。これ顔だけなんですけど、全身写すとこんな感じで、すいません、暴れてます。今月、就職しました。ありがとうございます。ここから本題です。これある有名な人が言ったあのセリフなんですけど、ご存知でしょうか。 Git を理解する最良の方法、それは自分で Git を実装してみることです。これあの誰が言ったのかと言いますと、まあ、ソース僕なんですけどGit とは何か。バージョン管理システムと思うじゃないですか。でもこれは表面的な見方なんですね。ちょっと見方を変えてみましょう。これ中から見た場合はコンテンツ管理システムとも言えるんですね。コンテンツとは何かと言いますと、まあ、ソースコードであったり画像であったりで、 Git がコンテンツをどのように格納しているのかと言いますと、これシンプルでキーバリューストアなんですね。でキーバリューストアのキーっていうのはどういうのかというと、社番のハッシュです、まあ、皆さん見たことあるかと思います。で実際ファイルシステム上ではこういう .git オブジェクトの下にこういう形で格納されています。でバリューの方がどういうふうになっているかといいますと、まあ、これはあのバイナリ表示しても何のことかわからないんですけど、これは Zlib 圧縮された何かです。何かといいますと、バリューをどうやって作るか、まあ、例えばハローワールド開業しているテキストファイルがあるとしますね。でこれを、まず長さ測ります。12バイツあると。で先頭に blob というのを書いて、半角スペース書いて、12バイツの12と書いて、終端文字を書いて、コンテンツを書くと。でこの、合成したこの、データを zlib 圧縮します。でそうすると、Git の、 あのキーバリューストアのバリューの方が作れます。 Git はこういうふうにデータを格納しています。ストアする方、圧縮して保存するコマンドは git add みたいなサブコマンドでできます。で回答して取得するのはいろいろあるんですけど、 git cat ファイル -p とかすれば、回答できます。じゃちょっと実装してみましょう。 git cat ファイル p kvs から get するコマンドを実装してみます。でどうやってやるかというと、まあ、C 言語で、Zlib を回答するあのサンプルコードとかググればいっぱい出てくるんで、まあ、適当にググってコピペして、まあ、ごねごねと動かすと、だいたい動きます、まあ、こんな感じで mygitcatfilep とか作れば、まあ、結構簡単に本当10分ぐらいで動いちゃうんですね。でこれで、Git のサブコマンドを自分で実装しましたと。でこれを応用すれば Git チェックアウトができます。チェックアウトっていうのは格納されているコンテンツをワーキングディレクトリに吐き出せばいいので、標準出力に吐く代わりにファイルとして保存すればチェックアウトになります。こんな感じで1個ずつサブコマンドを作っていけば Git は作れると作ってみました。まあ途中までですけど、サブコマンド4つ5つぐらいはできてます。途中ちょっとも力尽きたので皆さんのお力をください。プロリクエストお待ちしています。はい、というところでご清聴ありがとうございました。人材募集してますので受けに来てください。よろしくお願いします。